さんこんにちは。 WebCG 編集部の藤沢です。今日はですね、だいぶ秋も深まってまいりましたので、こちらのですね、新型日産エクストレイルでキノコ狩りに行きたいと思います。なんといってもですね、新型エクストレイルの特徴はパワートレインですね。この中にですね、新しい 1.5 リッター3気筒の可変圧縮比のターボエンジンが入っています。エンジン単体の最高出力は144馬力ですね。こちらの車は 4WD なので、前と後ろに E パワートレインで2つモーターがありまして、フロントに204馬力、リアに136馬力のモーターを積んでいるんですが、その 1.5 リッターのターボエンジンでですね、発電した電気で前後のモーターを回すという仕組みになっています。ではですね、早速内装をチェックしてみたいと思います。では内装を見てみます。こちらの車のグレードはですね、 GE フォースなので一番いいグレードです。新型ではですね、これまで守ってきたタフギアというテーマに加えてですね、上質感というのが加えられているので、この辺のですね、作りは非常に上質になっておりまして、ここもですね、ここも全部ソフトパッドが貼られています。ステアリングもスムースレザーです。シートはですね、ナッパレザーのシートなどもオプションで選べるんですが、これは G に標準装備のテーラーフィットという日産独自の素材です。本革よりも上質な合皮ということでですね、実際触ってみるとですね、非常に柔らかくてですね、しっとりしていて伸びるっていうんですかね、感じがします。座ってみてもですね、柔らかくて、とてもいいシートという感じがします。シート本体もですね、サポートがしっかりしていてとてもいいです。電動調整もできます。シフトセレクターはですね、ノートなどでおなじみの前後にスライドさせて使うタイプで、こちらがドライブモードセレクターです。今はノーマルに入っていますが、一番こっちがオフロード、スノー、これ、あ、ごめんなさい、ノーマルじゃなくてオートでした。で、あとエコと、一番こっちまで回すとスポーツがあります。こちらのですね、センターの画面が 12.3 インチ、メーターも 12.3 インチの液晶パネルです。どちらもですね、非常に高精細でですね、画面の粒は全然見えないですね。最新の iPhone とかと同じぐらいの解像度だと思います。こちらがエアコンのパネルがここについていて、この辺のですね、温度調整にはちゃんとダイヤルが残っています。こちらにシートヒーターがあって、こちらにステアリングヒーターもあります。USB はタイプ C とタイプ A が1つずつ。こちらに置くだけの充電器がついています。これがですね、回生ブレーキを強めて、いわゆるワンペダルドライブができる E ペダルのボタン。こっちが EV 走行優先のボタン。こちらはですね、駐車支援機能ですね。プロパイロットパーキングのボタンです。じゃあ次はですね、後席を見てみたいと思います。では後席を見てみます。後席はですね、4対2対4分割で、こっちとですね、こっちが、こっちの6とこっちの4で独立してスライド調整が可能です。背もたれだけ4対2対4ということですね。で、こっちの運転席は今身長178センチの私にぴったりに合わせてあって、その状態でここに座っています。ご覧の通りですね、15センチぐらいですかね、余裕です。で、この下にもシートの下につま先が入るので非常にゆったりと座れます。で、座ってみて分かるのがですね、運転席よりもこっちの方がだいぶ高いところにシートがついているのが分かります。なのでですね、非常に前がよく見えます。車酔いしやすいという人も
これなら大丈夫じゃないでしょうか。で、鉱石用にもですね、シートヒーターがついていて、USB のタイプ C とタイプ A が一つずつあって、で後ろは独立したエアコンがついています。こんなのもついてます。 SUV なので、次は荷室をチェックしてみたいと思います。じゃあ荷室を開けてみます。荷室はですね、オープナーはここではなくてですね、ここについてます。一目でですね、非常に広いことがわかります。容量はですね、鉱石を今一番前に出していて、この状態で VDA4 で575リッターですので相当広いですね。これでしたら何でも詰めるんじゃないでしょうか。これを開けるとこんな風になっていて、樹脂のボードが入っているので、なんか汚れたものとかを積むといいんじゃないでしょうか。シートを倒してみましょうか。まずですね、真ん中だけ開けています。これでスキーとかこうこっちへですね、出して詰めるようになります。続けてですね、こっちも倒すと、よいしょっと、はい、こんな感じです。こっち6対4の6を倒しました。続いて、よいしょっと、全部倒すとこんな感じです。これでしたらですね、単身の方なら引っ越しも可能じゃないでしょうか。夜逃げも行けます。あと大事なのがですね、新型からですね、こちらに AC100V 1500W の電源がつきました。 1500W もあるので、電子レンジとかドライヤーとか何でも使えると思います。キャンプとかでですね、炊飯器とか電子レンジとかを使うものなのか、僕はやらないんでわからないんですけれど、災害などの非常時にですね、あってよかったと実感できる装備ではないでしょうか。ではですね、最後に運転してどうかということを試してみたいと思います。新しい e パワーのですね、最大の特徴は、なんといってもこの限りなく静かなところですね。今もですね、エンジンが発電しているのは感じ取れるんですけれど、ほとんどですね、その存在は、音ではですね、分からなくてですね、かなり車より前方の下の奥底の方でエンジンが鳴っているという感じですね。もちろん P パワーなので、エンジンが時々発電しないことには走行できないんですけれど、このぐらいのですね、音と振動で気配を消しているのであれば、むしろですね、ずっと回っていて、こちらにパワーを供給してくれた方がありがたいんじゃないかとか、そのぐらいの印象です。もちろんですね、前が204馬力、後ろが136馬力の強力なモーターを積んでいますので、こういったところでですね、踏みましても軽快に加速してくれます。スッと前に出ますね。車自体はですね、やはり車格通りの重さなんですけれど、全然ですね、転がり出しに、ためらいがないというんですかね、非常によくできたパワートレインだと思います。とにかく静かですね。新しいエクストレイルにはですね、日産の新しい 4WD 制御の e-force というシステムが入っているんですけれど、これはですね、前後のモーターがうまく連携してですね、カーブで膨らみを抑えたり、減速時にピッチングを抑えたりという効果があるんですが、もちろんこういう道をですね、制限速度通りに走っていると、カーブで膨らみを抑えているかどうかというのはわからないんですけれど、少なくともですね、ピッチングを抑えていることについてはですね、ものすごくよくわかります。ここでこうアクセルをふっと抜いてもですね、僕の頭がですね、ちっとも前に行かないんですね。
後ろのモーターで回生することによって引っ張って車全体をフラットにしているわけですね。これはですね、私だけではなくてですね、乗員全員が享受できる e-force の効果だと思います。非常に素晴らしいです。車はいつでもフラットです。パワートレインが静かな分ですね、ロードノイズ、タイヤからのノイズはですね、多少多めにというか、エンジンの音が主張しない分、そちらが余計に聞こえるという感じで、この床下からの透過音ですかね、それが多少聞こえますが、それがですね、車の質感に影響を及ぼすというほどではなくてですね、エンジン音に対してそちらが余計に聞こえるというだけでですね、非常に静かな室内空間です。こちらのサイドウィンドウにはですね、合わせガラスが入っています。せっかくなのでですね、新しいワンペダルドライブ E ペダルのボタンを押して走ってみます。以前のですね、前のノート E パワーなどとのシステムとの違いはですね、利きがマイルドになったということですね。完全停止まではしなくて、最後は減速して、自分でブレーキを踏まないといけません。あとですね、こういったところでアクセルペダルを緩めるとですね、前はですね、抜いた瞬間に減速がキュッと始まったんですが、新しいシステムはですね、抜いて一拍置いて急減速が始まるという感じです。なのでですね、抜いた時に自分に心の準備ができるので、減速に体がさっと構えるというんですかね、前よりも自然に受け入れられるシステムではないかと思います。前はですね、横とか後ろに人が乗っている時はちょっと使うのをはばかられるというかですね、他の人をですね、揺すってはいけないなという考えから使わないようにしていたんですけれど、このシステムならですね、前よりも使いこなすのが簡単で、一緒に乗っている人に気を使わなくても迷惑をかけずに使えるんじゃないかと思います。よくできています。燃費はですね、高速道路を使ってやってきて、この山道でいろいろ撮影や取材をこなした上で、今 11.4km パーリッターですね。普通のですね、高速道路の巡航などであれば15とか16とか、そのぐらいは軽くいけるんじゃないでしょうか。燃費も優秀です。モーターの制御でですね、車を曲げてくれるシステムというと、三菱アウトランダーの SAWC などがあるんですが、あちらがですね、積極的にぐいぐい曲げてくれるのに比べると、日産の e-force はですね、それよりはちょっと控えめな制御といいますか、曲げてくれるというところまでは感じ取れないですね。むしろですね、ニュートラルにこちらの邪魔をしないぐらいの制御だと思います。でもですね、こんなに大きくて高さのある車体なんですが、カーブをですね、切れば切っただけ上手に曲がってくれるので、気分よく走れます。その点がですね、三菱との思想の違いというんですかね、こちらの方がニュートラルな反応です。ではですね、このままこの新しい日産エクストレイルに乗って、いよいよキノコ狩りに行ってきます。荷室の容量がですね、 VDA4 で575リッターもあるので、あれいっぱいにキノコを取るのはですね、なかなか大変だと思うんですけれど、ちょっとですね、日暮れまで頑張って収穫をね、たくさん収穫していきたいと思います。では。